はい、おはようございます。9月26日、3連休の月曜日なんだけど、明日ね、安倍元首相のね、国葬が行われるっていうこの日この時なんだけど、一昨日だったかな、安倍さんをね、銃撃した山上達也の、をモチーフとした映画が、なんと安倍さんの国葬が行われる、明日上映されるっていうことでね、なんか、自分が知ってる人は、なんか2ちゃんにもスレッド上がってたよみたいなことを教えてくれたんだけど、それね、物議を醸しますよね。簡単にね、僕のこう認識を言っておきたいと思うと、安倍さんが、参議院選挙投票日の前々日、撃たれて亡くなったと。で、事件直後はね、抵抗勢力にやられた。ね、その抵抗勢力って言ったらやっぱ、ね、安倍さんって言って保守の代表者だからさ、保守に対抗する左翼、または極左勢力を連想させましたよね。で、犯人は当初さ、マスコミから流れてきた話だと、ある団体に一撃を加えてやろうと思った。それで、安倍さんを撃ったんだっていう話でしたよね。当初、統一教会とかいう単語は出てこなかったんですよね。で、この状況から、識者とか文化人とか言われる人たちは、民主主義に対する重大な挑戦だとかさ、そういうふうなことをね、みんな言ってましたよね。それに屈しちゃいけないとかね。結果、選挙結果だけを見るとね、自民党が勝ったっていうことでね、一部香典票もね、この事件で香典票も自民党に入ったんじゃないかっていう言われ方をしましたよね。ところが、ある団体っていうのが実は、宗教団体だったんだっていうこと、当初からなんで団体名言わないんだっていう、なんかいぶかしげな話もあって、出てきたのはなんと宗教団体の方だったんですよね。で、かつて、なんだっけ、新霊宗教じゃない、なんとか商法、で、有名になった宗教団体でね。となると、犯人は思想犯でもなければ政治犯でもなかったんだなっていうことになったんですよ。だから民主主義の挑戦でも何でもなかった。ほんでね、もっと話を進めていくと、なんで、名前出していいでしょう。山上容疑者は安倍さんを狙ったのかというと、そもそもは宗教団体の幹部を狙ったんだけど、実際に彼は動いてたんだけど、無理だと。で、諦めかけた。でも、自分の地元に安倍首相が来るっていうことを知った。それも偶然ですよね。なんでそうなったのか、偶然で。翌日、山上容疑者は、ね、警備、SP が手薄だった安倍元首相の銃撃に成功してね、テロリストって言われるようになった。僕的にはこれテロじゃないでしょうみたいなね。むしろ個人的な怨恨、捜査用語を使ったら怨恨で、え、あん、怨恨のそれも逆恨みの、流れ弾が安倍さんに当たったようなもんじゃない。本当は宗教団体の幹部をやりたかったんだから。でも、いろいろ取材していくうちに、安倍さんが、その宗教団体の集まりにお祝いのビデオメッセージとかを送っていたということがあって、確かに安倍さんはその宗教団体と無関係な人ではなかった。もっと突き詰めていったら、自民党の議員の人たちも少なからず、その宗教団体から支援をもらっていたり、お祝いの電報を送っていたりする、ある意味、身内だったってことですよね。で、まだ起訴もされてない、
山上容疑者に対して、 彼は実はね、宗教、親が宗教にはまったがために不幸になってしまった宗教二世だったんだっていうことが分かって、むしろ山上容疑者も被害者じゃないのかってね。で、起訴される前からネット上では減刑嘆願署名運動が始まったっていう報道がされてましたよね。まあ、それ、まあ、山上容疑者の行動に共鳴する人たちも一部いたっていう事実ですよね。うん、で、その後なんと安倍さんの国葬をしましょうと、それも別に議会に諮ったわけでもなく閣議、うん、まあ、大臣、まあ、首相と閣僚の閣議で、閣僚会議で安倍さん国費出してね、安倍さんの葬儀をあげましょうっていうことが決まったっていうね、いきさつでね、なんかあっちもこっちもどうなのみたいな話いっぱいあるじゃないですか。うん、で、今度、まあ、話戻して、この映画なんだけど、僕的にはさ、まあ僕映画ファンで、まあこの映画の監督さんは何という人で、脚本書いた人は何で、原作がどうしたみたいなことをね、一応座組とかさ言うけど、そういうところまで見る人なんですよね。それで、じゃあ、その、まあレボリューションプラスワンっていうのかな、の監督、脚本は、なんか、なんだっけ、足立さんっていう人だっけ、足立さんっていう人が、まあそれも元日本赤軍のメンバーの足立さんっていう人が監督で、脚本は井上さんっていう人、まあ、まあ仲がいい人なんでしょうね。左翼、それも極左の立場にいた人たちがね、山上容疑者の内面に迫る映画を撮りました。で、朝、なんかウィキペディアがもうできていて、だからね、パイロット版みたいな扱いの映画だそうですね。本格上映は年末にするとか書いてる。だから、やっぱこう、世間の興味を引こうと思ってね、安倍さんの国葬の時に、なんとか間に合う形でパイロット版を作って、上映するって。まあ僕の地元の福岡では上映ないんでね、まあ僕は見れないんだけど、まあ、もしね、もし僕が安倍さんだったらどう思うかっていうことをね、考えたんです。当事者ですよね。で、残念ながら安倍さん撃たれた時はね、撃たれた時は、やっぱりこう、自分は保守の代表だから、俺が狙われた、俺が撃たれたってことは、撃ったやつは、左翼、過激派、まあ、保守政治をよろしく思わなかったやつが俺を撃ったんだと思って、多分そう思いながら亡くなったと思うんですよね。なんで俺がやられなきゃいけないんだみたいなことも思ったのかもしれない。でも蓋を開けてみたらさ、実はなんか身内の宗教団体に恨みを持っている宗教2世がその宗教の団体の幹部の身代わりとして撃ったんだって。まあ、ある意味、流れ弾が当たったようなもんでね。自分は、こう、僕は、それ、ここは僕の感想ですよ。ああ、安倍さんってかわいそうだなって。まあ、いろいろ言われるけど、彼は彼なりに首相を長く務めて日本国のために頑張った。頑張ったはずなのに、ねえ、こんな、亡くなり方をするなんて、いや、僕は安倍さんはかわいそうと思うんですよね。で、山上容疑者は、親がその宗教にはまったがために、俺の人生、本当は裕福な家に生まれて、ね、有名、高校は進学校にも行って、本当は有名大学に行って、それなりにいい生活ができるはずだったのに、まあ、いろんなことがあって、母ちゃんが宗教団体にはまったがために、俺の人生むちゃくちゃになったんだって、どうしてくれるんだっていう、彼の怒りですよね、今回の事件のエナジーはね。帰り見て、撃たれた方の安倍さんを見るとさ、安倍さん自身も、ね、幼き日から、いつか俺も、総理になって、安倍さんのお父さんは総理にはなってないからですね。うん、
そういう望んで政界に入った人かと思えばさにあらず、実は政界に入るのは本当は安倍さんの次男で長男が政界に入る予定だったんだけど、ね、長男がどうしても嫌だって公示したもんだから、まあ平たい言葉で言えば政界するお鉢が安倍晋三さんに回ってきたって。安倍さんだって後部成功に入ってね、後部成功で頑張ろうと思ってた人なんで、ああ仕方がないなっていうことで仕方なく政界に入った人ですからね。だから僕から見ると山上容疑者も安倍晋三元首相も親の存在があったがゆえに、やんごとなき事情、仕方なくそういう立場にならされた人たちなんですよ、うん、まあかわいそうですよね。本人の意思とは全く無関係のところでそういう立場に立たされて、片や打った片や打たれた、なんか僕の目には、ああ二人とも数奇な運命をたどった人なんだなっていう風に見えてね。まあその事象を元左翼の立場の人たちが映画作品としてクリエイトした結果、その作品がどうなるかっていうのはね、まあまあ確かに興味はありますよね、うん、まあ礼儀として、まあ、わざわざ安倍さんの葬儀にその映画のパイロット版の公開をねぶつけてくるのはどうかなっていうのはね、確かにね思いますね。まあだから世良政則さんがね、マスコミはもっと警鐘を鳴らせとかいうこともわかる、うん、で、なんだっけ、あの女の評論家の人いるじゃない、政治学者、うん、その人が本当は安倍さんを撃ってスポットを浴びたかったのはあんたたちの方なんでしょうみたいなツイッターをね、うん、なんとかルイさんでしたっけをツイートしてたのもわかりますね、うん、まあ、まあ、全くこう関係のない人たちから見ると、あ安倍さんにまつわるごたごたがまた続くのねみたいな、そういう見方になってるのかなと思います。はい、最後まで見ていただいてありがとうございます。またのご視聴お待ち申し上げております。失礼します。